チャオフィチェさん、本日は全国からですね、今週もやってましたトゥーハットケーマー。はい、ということで今週ももう来ちゃいました。来ちゃいました。はい、どういうことでしょう、その来ちゃいましたって。来ることができました。ね、はい、ということでですね、まあ、競馬占いの方になっておりまして、はいね、はい、今週のレースはですね、AJCC アメリカジョッキークラブカップということで、はい、ちょっと長めですね、名前が。ちょっと、ね、結局どうしようか迷ってるんですけど、そうですね、なんですけど、ね、やっぱり皆さんと足並みを揃えようということで、AJCC になりました。でですね、まあ、過去の方をやっていくとですね、はい、まあ、簡単にいきます。日経新秋杯を2、3着を当てることができました。で、有馬記念は全的中、はい、東京大商店は全的中、全的中です。はい、で、過去に中山大障害も的中、2、3着的中、イエイ。で、朝日フューチュリティは、掲示板すべてという感じですね。はい、ということは結構の的中率を上げておりますね、邁進中ですね。あの、競馬界のゴッドマザーと呼ばれているようなそんなあのことになってきてますので、皆さんはぜひぜひ応援してください。今週も当てに行きますよ。もう当てに行く、もうそんな危険な覚悟でやっております。毎回すごい覚悟でやってます。皆さんが思ってる以上の覚悟を持ってねやっておりますので、皆さん応援してください。ということで、はい、AJCC をねやっていこうかなと思います。まだね、この動画初めてだよという方はね、あのいらっしゃると思うので、簡単に説明しますと、私はあの普通の占い師でございます。そして、ね、昨年から競馬占いというものをやり始めましてですね、これが好評を得てですね、なかなかね、あの3つのカードから、オラクルカードから出していくという風にやっております。でね、1つ目のカード、まずね、ここにね、あのユニコーンのカードがございます。これでね、私はね、この心の声というものを大事にね、あの占いをやっておりまして、馬の今の気持ち、心を見ていきます、このカードで。そして真ん中の方のこのね、海の波のねカードでですね、ジョッキーの心の音を聞いて、こう今の心の調子、体の調子とかを見ていきます。そして3枚目のこのね、女神のカードの方でですね、その日の勝負運というものを見ていて、3枚のカードから答えを導いていくというようなあの占いをやっております。そしてね、あの今週も1頭ずつね、1つずつの馬をね、あの1枚1枚丁寧に出してね、あの見ていこうと思っておりますので、まずね、これはね、パート1の方になりますので、1から6頭までだよね、うん、でね、パート2のセカンドの方ではね、7から最後の12番目の馬までをねやっていこう、2つに分けてやっていきますので、ちょっとね、長くなるかもしれないので、皆様ゆっくりよく見てね、あの自分の気になるあのところだけでもね、あのチェックとか答え合わせとして見ていただくこともできると思うので、そんな感じで背中を押すようなプッシュするような動画になっておりますから、ぜひね、あの参考にしていただければというふうに思います。ではですね、あの早速やっていこうと思いますので、準備いたします。はい、紹介いたしました。はい、ではね、1投目からやっていこうと思います。はい、1番マイネル・ウィリトス、鞍上は横山武史騎手で、前走はステイアーズ・ステークスで3着です。ではまず馬の気持ちですね、馬の心から見ていきます。マイネル・ウィリトスですね、結構ね、年配のお馬さんですけど、元気みたいでよかったね。うん、ああ、クリオスティのカードですね。ちょっとこれね、蒸気との相性がとても大事になるよというカードが出ております。これね、たけし君の騎乗の時によく出るカードですね。やっぱりたけし君っていうのは馬の気持ちを大事にしながら乗っていくっていうのがあれなのかもね。だからこういうカードがやっぱり出てくるのかもしれないですね。だから馬の方はね、ちょっと結構やっぱりなんだろう。少し重いっていうか、なんていうかな、やっぱり少し年配だからかな、すごい飛び跳ねてるというようなカードじゃないんですけど、うん、ちょっと落ち着いた感じで、少しでもこのレースに関してはね、ちょっと心配があってて、で、やっぱジョッキーとの気持ちを大事にしたいなっていうような馬ですね。だからジョッキーに引っ張っていってっていうような気持ちでいるみたいです、この馬さん自体がね、マイネル・ウィルトス自体が。はい、ではね、たけし君の方を出していきたいと思います。すごいね、なんかジョッキーに本当頼りたいっていうようなカードなのでね、たけし君これちょっと頑張んなきゃいけないね、またなんか、うん、うん、っていう感じがします。じゃん、アライブって、活動する、生きるというカードが出てきました。とってもいいんじゃないですか、体当たりするような気持ちでいますね。
そしてね、結構水しぶきが上がってるので、とてもいい状況にいると思います。活動的にやってくると思いますよ。なのでね、やっぱりなんだろう、 馬の方がですね、たけし君に引っ張っていってほしいっていうような感じで、たけし君の方がぐいぐい乗ってくるイメージですね。でもね、すごくなんだろう、たけし君自体の心の中は安定していて、それでいて集中力をとても持ってますね。だからね、なんかいい感じだと思いますよ。で、躍動感もある、すごく。だからなんだろう、やっぱ新年に入って一生懸命頑張っていこうという気持ちがここに現れてる感じがしますね。あと勝負の方を見ていきたいと思います。やっぱ馬の方はどうしても重いのはしょうがないのかな。うん、あーでも、あー、いや、フロムナウだ。ちょっとそうか、勝負の方がですね、思ったよりはまあまあかな。今から1年以内だよっていうことなので、悪くはないけど良くもないという感じですね。ただこれ紫色がすごくなんか、なんだろう、なんかそういうイメージが漂ってるような感じのカードが多いですね。ちょっと暗いカードが出てるかなっていうのが印象的なんですけど、やっぱジョッキにかかってるかなと思います、このレースは。だからたけし君の力量にかかってるこのレースっていう感じがします。でも勢いを持って出てくるので、道が開けば、ちょっとね、この岩の中がすごく詰まってる感じがあるんですけど、空いてるとこもあるので、うまく出ていければっていう感じがありますね。ただ、性分的には少し、まだまだなんか課題は少しあるような、ただ8歳だからかな、なんだろう、ちょっとやっぱ重いのかなっていう感じもしないでもないですね。今、4番人気か。まあでもね、悪くはないので、はい、今から1年ってことはね、あり得るというカードなので、ノーではないので、あり得ます。なのでね、そのことを考慮して、ただ頭っていうのがちょっとどうかなっていう感じもしますね。はい、で軸っていうのかな、うん。はい、そういう感じのカードではなさそうな気がするっていう感じですね。はい、では2番の方に移りたいと思います。はい、2番クロミナンス。鞍上はクリストフル・メールジョッキーで、前走は、去年のノーベンバーステークスで、1着でした。そしてこの大間さん、あんまり知らなくて、まあ、出てる回数もね、そんなに、はあ、そうか。でもクロミナンスとクロミちゃんみたいなね、なんか ねだから頭には残るんだけど、おかしいなと思って。ルメちゃんとのコンビでは3戦3勝ですね。ああ、そうか、クロミナンスか、ちょっと可愛い名前ね。クロミちゃんファンはみんな多分思いますね。 You are gifted のカードです。あなたはね、ギフトだよっていうような、これもとても温かいいいカードですね。だから心が安定した、なんていうのかな、可愛らしい感じの馬ですね。こちらの馬はすごく、なんだろう、安定感のある感じです。温かい心の優しい大馬さんですね。すごくなんか可愛らしい、みんなに愛されるような馬ですね。いいと思いますよ、とても馬の感じは。元気で、いて落ち着いてるイメージが、やっぱ7歳かなっていう感じかな。こちらもどうしてもね、チャカチャカしてる感じがないですね、やっぱり。うわ、でもルメの方がね、プレセントのカードのかなり荒い波で、波の中にいますねっていう感じ。かき回す方がかき回される方になるかっていう感じ、うん。見た目以上に今年なんか、なんだろう、すごくなんだかね、今年大きな目標をドルメールさんは持っていて、そのなんて目標に向かっていってるっていうイメージのカード。何かね、彼の中で大きなイメージがあるんでしょうね、何かをっていうのが、っていうのが分かりますね。心の中がすごく荒々しい感じ、すごくなんかいつもと違う感じ、穏やかな感じのカードじゃないですね。でも馬との相性はとてもいいと思います、この感じは。テイクアクション、もっと行動しなさいってことですね。もっと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 言っていいよっていう感じのが出てるので、これいいんじゃないですか。意外といいですね、いいと思います。行動しなさいというカードなので、だからこの、なんていうの、馬との相性がとてもいい、ルメールさんとの相性もいいし、うん、馬がとにかく安定してて落ち着いてる。年齢いて、そのルメールさんはもうなんか躍動感いっぱいで、もうなんかね、絶対取ろうという、一着を取ろうという思いでいっぱいというカードなので、そしてもっと行動しても大丈夫だよっていうカードが出ているので、勝負運の方も持ち合わせているので、これはとってもいい状況にいますね。今何番に、5番人気か。結構ルメちゃんにしてはそうだね、低い方だね。でもこれ面白いというか、いいね、もし来たらね、うん、美味しいんじゃないでしょうかね、かっていう感じです。のが悪くないというか、いいですよ、とても。はい、そんな感じですね。はい、はい、3番モリアーナ。鞍上は横山典弘ジョッキーで、前走は秋華賞で5着です。
盛り上がった先週ね、面白かったですよね、皆さん ね、ちょっと事件、ちょっと事件がね、あってびっくりしましたけどね、私全然気がつかなくて、でもね、風潮さんが言ってたの最初ね、まあ、なんか面白いそうだね、面白いことあったよみたいな、何かしらやらかすんですよね、面白いよね。でもさ、すごいなと思うのはさ、うん、それでも一着取れるんだもんね、うん、すごい、そこがすごいかなと思った。しかも息子を刺すというね、うん、すごいよね。で必ず抱いて隣になるっていう、はあ、チームワークのカードが出てます。こちら珍しいですね、のりちゃんで、チームワークのカードって珍しいかも。なんかやっぱりこちらのカードも長期との相性が大事になるよっていうカードで、もうまあ森アナちゃんと女の子だからねっていうのはありますね、うん、そんな感じだからね、やっぱりこれは男性の中に一人女の子って感じでしょ。そうだね、そうなんですよね。なのでだからちょっと心配みたい、そこが。だけどまあのりちゃんならね、大丈夫でしょ、間違いなく全然気にしないでしょうねっていう感じです。はい、馬の方は結構気にしてるっていうか、割と繊細な部分もある女の子ですね。大丈夫かなみたいな、そんな心でいるみたいでしょ。でもね、のりさんはね、面白いですね、ほんとね、選手もね、うん、ほんとね、馬が言うことを聞くわけないでしょみたいなこと言ってたり ねそう、面白かったですよね、インタビューもなかなか個性的で。あー、クリオスのカードですね。わー、なんか面白いカードが出た、好奇心いっぱいのカードが出てますね。冒険のカード、どっちかっていうとそんな感じ。うわ、これはまた面白いレースにならなきゃいいなと思いますけどね。でもね、出口が2つあるので、出てこれるパパだったら出てこれるね、これはきっとという感じです。うん、うん、ね、あり得るね、これ森アナいいかもしれないね、これもね、悪くはない。勝負を見ていきますね。ただ馬の方がちょっと自信がないのかなっていう感じがする。やっぱそこが、それか場所かな、これどこだっけな、中山って走ったことがあります。あるのか、その時は勝ってて、あ、本当、金曜日で大丈夫だね。うわー、これはちょっと森アーナがノーが出てますね。これ一着はちょっと厳しいのかも。ここに来たかって感じなんですけど、届かない感じかなねえ、ちょっと難しいかなっていうカードが出てますね。勝負の方がちょっとなさそうだから、2、3着ならあると思うんですけど、1着固定にはしない方がいいかな、ね、シオンステークスの時にヒップホップソウルに首差、うん、0.1 秒差だったんで、あ、ちょっとなんか女の子っぽいところがある馬だっていうのを頭に置いといてください。意外となんか繊細な部分もあるので、その男性の中に入った時、男子の馬の中に入った時にね、オーバー、うん、中にどのぐらい力が出せるかなっていうのを心配してるという感じ。ちょっとで、それプラスのりさんの方はでも全然気にしないよみたいな感じなんですよ。もうそんなの大丈夫だよ、気にしないよっていうね、面白いカードが出てます、好奇心いっぱいのね。それでいて勝負の方がノート出てるので、ちょっと一着固定じゃなければ、軸にしなければいいと思うけどっていう感じですね。ただ森アナファンの方はね、まあそんな気にしないで私は行くわっていう方はね、僕は行くよっていう方は全然いいと思うんですけど、そんな感じで今のカードは出ております。これちょっとね、馬の方がもうちょっと元気な躍動感のあるカードだったらまだ良かったんだけどなっていう感じはしないでもないですね。はい、はい、4番湘南バシット安城横山和夫ジョッキーで、前走はジャパンカップで11着で敷いた。本当はミルコちゃん乗るよって思ったんですよ。ちょっと爪がぶつかりました。はい、ミルコちゃんだったんだね。ああ、そうかそうか、そうだよね、主戦がそうだったんで。先生もミルコさんの馬だったよね、カズくん乗ってたの。うん、だから今代打で、ね、でもそれ取ってたんだよね、うん、あちこち乗っていってる感じ。すごいよね、カズくんも頑張ってるね。タイトルホルダーね、いなくなっちゃったからね、その分のなんかね、頑張ってほしいですね、うん、湘南バシットくん、あー、It's OK to be different です。ちょっとこれも元気がない。なんか今週馬からちょっと元気がない、全体的に雨で、ちょっと元気がなくて慎重になってるという感じ。下を向いてるのと、やっぱこれもジョッキーとの相性がなんか大事だなって思ってるような、とかちょっとジョッキーに頼りたいのかな、力を。だからなんだろう、なんか馬がグイグイ行くというような馬が来てませんね、今のとこはっていう感じ。すごくなんか慎重になってる感じのカードがいっぱい出てるので、そんなに荒れんのかな、天気が。もしかしてなんか向こうは首都圏の電車は止まるじゃないかっていう、ね、うわー、なんか嫌だ、ね、嫌なカードっていうか、なんかちょっと暗い、全体的に暗いんですよ全部が。
だからね、やばいね。あ、でもプリズのカード出てる。これも躍動感ってすごく、なんか直帰の方はすごくいいカードが出てますね。割とプリズはすごく 1,2 番を争うぐらい私は好きなカードなんで、このカードねすごくいいです。躍動感ってジョッキーは雨に左右されないのかね。だよ ね、カズ君はすごくもう絶好調今だから、少しなんか成し得てくれるようなレースになるんじゃないかなと思います。ただ馬の方がちょっとやっぱ弱気な感じだからこそ、やっぱりグイグイ引っ張っていくのはカズ君かなと。こちらも、うん、そんな感じ、馬なりじゃない感じですね。そんな感じですね。でもこのジョッキーは今カズ君すごくいいですね。今年今この調子がいいと思いますよ。体調もいいし、ゲットモアインフォメーションのカードですね。もっともっと勉強することが残ってるよっていうカードなんですよ。でもだからといって来ないとは限らないというこのね、うん、感じが。だからジョッキ次第、これもこれはジョッキ次第ですねっていう感じです。もっと勉強するとこがあるよって、課題は残ってるよっていうので、通過点の一つですね。まずは、うん、言えることはまだまだまだこの馬はね、伸びしろがある。湘南バシット君自体が、うん、だから湘南バシット自体がまだまだ課題が残ってるけど、このレースにとっては悪いことじゃないですね。ただ勉強にはなるよって、この雨馬場とかそういうのかな、道割とか、あと天乗りだから、ああそうかそうか、っていうのもある。じゃっていうか、そうかも。じゃあカズ君との相性はこれからって感じかな。だからね、本当はあの馬はね頼りたいのすごく、ジョッキに。だけど、うん、天乗りだからちょっとまだ波長がわからないから心配してるというカードですね。じゃあこちらは間違いなく、それでジョッキの方でもそれでも安心して大丈夫だよっていうような、あの優しいカードが出てて、躍動感のあるカードが出てます。意外と合うと思います。だからこそ、これまだまだ課題残ってるけど、これが練習過程の一つになるよというカードですね。だからまあ構想しないというわけではなさそうなので、私はこれ穴で買おうかなと思ってるので、別に買ってもいいかなと私は今思ってます。はい、そんな感じです。はい、5番ホーリアリティ、鞍上は大野拓也ジョッキーで、前走はアンドロメダステークス、アンドロメダステークスで6着でした。これ言いにくいんですよ、なんか文字通り名前のいっぱいあるよね最近、ちょっとなんか言いにくいような。この時一応勝ったのがディープモンスター。はあ、ホーリアリティか。ホーケーいっぱいいるからさ、分かんなくなっちゃうんだよね。ホーリアリティ、フォーギムのカードだ。こちらもまた同じやな。ちょっと馬の方がみんなテンションが低いという感じです。すごくなんかテンション低くて、もうジョッキに これはもうそうです、ジョッキに頼りたくてしょうがないと言ってるカードです、うん、なんか心配だわっていうカードですね。ただこのカードはまだ少し明るいので、うん、まだあの明るい感じはするんですけど、でもなんかやっぱり戦地になってるじゃないけど、少し心配、あ、そんなにめちゃくちゃなっちゃうのかなっていう感じですね。なんかね、フォーギブ、癒しの感、そう、不安いっぱいって感じ。まあ、困ったな。一周目も京都どうか分かんなかったからね。ああ、これは困ったね。馬の感じ全部似てて、なんか不思議なんですけど、全部似たような感じ。どこどこやな、今のところ結構。だあとはもうジョッキ買いの方がいいかも。これジョッキーはね、結構みんな調子がいい。そうですね。あー、デプスのカードですね。これもちょっと、これは出られない可能性がっていう不安が、大野さんの、大野くんだね、大野くんの方もちょっとなんか何か不安があるみたいで、ちょっとなんかごちゃごちゃしてますね。もしかしたら私生活のことかもしれないしね、まあ、レースのことで悩んでたりね、なんかいろんなことでちょっと課題がいろいろあってね、やることがいっぱいで、頭の中と心の中がもやもやした感じ、うん、だからこれはちょっと大変だねっていう感じですね。これで勝負とかって面白いんだけど、でもちょっとなんでってでも ねさ、勝負だけ使って出てきてっていう感じになっちゃいますけどね。でも馬はちょっともう頼りたくてしょうがない。大野くんのどことあるの、これもう主戦ですね。あ、じゃあ大丈夫だわ、大野くんがいれば。あ、There is something better です。何かいいことはありますよっていうカードですね。いいことはあるよって、これからすごくそこにはね、良いことありますよ。このカードで先週来たんですよ。そうだ、思い出した、勝負ね、うん、まさかまさかで来たんだよね先週。そうでもね、カード先週のカード私振り返ってみたんですけどね、そしたらなんか先週見た感じでは、あ、
こういうことだったな、勝負運が良かったんだなっていう馬が来たんですよね、うん、だからそういう場合もございますって感じですね。ただ馬の方がちょっと元気がないっていうのと、このね、もうちょっと、そうですね、そしていてあのやっぱジョッキーの方がちょっとモヤモヤの中ありますね、モヤモヤ病っていうかちょっとモヤモヤしてる感じ、ね、な何かあるって感じか、あの課題っていうか自分の中 の、うん、のなんか何かあるみたいな、心の中とか頭の中に何かがあってちょっと集中しきれないっていう感じですね。ただね、あのレースっていうか何とかな、あのレース運とか勝負運自体はね持ってる馬ですよって、この馬は。なのでまだまだ伸びしろはありますよっていう、6歳だけどっていうようなことですね。はい、で何かいいことありますよ、だから悪くはないけどっていう感じですね。難しいね、難しいねうん、でもちょっとジョッキー買いもちょっと厳しいし、馬としても厳しいかなって、だから勝負運だけっていう感じかな、ハマればって感じ。そうですね、うんっていう感じですね。はい、そんな感じです。ハマればって感じですね。はい、そんな感じです。うん、難しいなこれは、でもちょっとうんと思います。はいはい、さ、6番サンストックトン、鞍上はキングスコートの方ですよ。キングスコート騎手で、前走はディッセンバーステークスで8着でした。ややこしいこのレース。キングスコートの方は男性なんだよね、うん、はい、でキングスが女性、キングさん、レイチェル・キングさんで、キングスコートは男性、これ両方出てるんだけど出てない、出てるあらあら、3人しかも R つくという最初に。サンストックトンはでも結構強馬だったんじゃなかったっけ。そうだね、最後を勝ってんのが去年の夏、ベストフレンドのカードだ。こっちもちょっとね、あのこのカード取ったらとてもいいんですよ。ただね、ジョーキとの相性がものすごく大事になってくるという馬です。これもこの馬も同じようにちょっとなんだろうかな、繊細な馬ばっかり今回ちょっと大丈夫かっていうくらい、ちょっとなんかなんだろう、やっぱジョッキーとの相性で、ジョッキーに頑張ってって、ジョッキーに引っ張っていってほしいよって言ってるようなカードばかりが出てきます。あの初めて見た方はびっくりしちゃうと思うんですけど、こういうカードばっかりじゃないんですよ全然、うん、なんですけど、たまたま本当にたまたまなんだこれはっていうぐらい、ジョッキーと頑張ろうっていうようなレースですね。名前変えた方がいいかも、ジョッキーと頑張ろうジョッキーとの相性を確かめよう、はいっていう感じ。ありそうだけどね、なんか、そう、ちょっとなどうしちゃったんだろうってぐらい暗いんだけど、みんな大丈夫かなっていう感じで。うわ、パワフルのカードだ。もうジョッキは本当になんか力強いカードばっかり出て、どのジョッキも力強くて、これはまた力でねじ伏せるぐらいの気持ちできますね。まあよくわかる気もする。ああ、雨だから。でもこれはいいんじゃないですか。ね、馬はグイグイ引っ張ってほしいというね、相性をとっても大事にするような馬なんで、逆に言うとこのぐらい力強いカードだったらあり得るかなっていう感じがします。すごくもう、なんだろう、レースのためだけの頭の中にあるというようなね、うん、勝つだけに、なんか勝つことだけを集中しているというようなカードです。このキングスコートさんの方、うん、そんな感じですね。すごいね、さすが直帰って感じ。ウィズインザネクストフューマンスだ。ちょっとうーんっていう、なんかなんだろうっていうか、レースのうーんと、なんか勝負の方は数ヶ月の間に良くなっていくよーっていう感じですね。うん、うん、ちょっとうーんこれのレース荒れるね、きっと荒れるとか場が荒れる。なんか面白い荒れ方をするっていう。そうだね、ちょっとなんだろう、みんなね割とどっこいどっこい、馬の方もそうどっこいどっこいだし、ジョッキーは結構力強いジョッキーがいっぱい出てるんですけど、気持ちも強いし、ただね勝負の方もちょっとうーんっていう感じのも多いので、うーんこれはなんだろう、1年の参考にならないレースだね、あんまり。多分分かる気もするけどね、勝負はどこの枠からでも来れるからね。ああ、だからどっこいどっこいですねこのね、難しい。だから数ヶ月の間ではあるんじゃないっていう感じの、あるまではないですね。あね、まあ5歳だからまだ先もあると思うので、ね、伸びしろが。そうですね、なのでこれは一つの通過点っていうふうに考えた方がいいかなっていう感じがする。まだまだ勉強の途中これもっていう感じがしますね。ただね、あのパワフルのカード、ベストフレンドのカード、馬の状態が悪いわけではないので、ただ、ね、心の方がちょっと弱いというだけで、体の方はあの元気いっぱいそうなので、だからこの馬は悪くはないと思います。はい、そんな感じで、あーなるほどって感じなんですけどね。でもね、今回の1から6までバーッとやってみましたけど、
なんかすごく割とどっこいどっこいだねみんな、うんうん、だから本当何が来てもおかしくないのかなっていうのは。でここまでで言うとすっごい飛び抜けて今はいないかな。一旦まあ総括。そうだね、はい。まあ、あの総合の総括、後編でやります、はい、パート2 で、はい、でまずパート1では馬騎手将軍編ということで、うん、そうですね、それ分けた方がいいかも ね、うん、まあリオンさんとのちょっとまあ誤差はあるとは思いますが、はいはい、ね、聞いてる感じで言うと馬は1番、はい、2番のみ、うん、わおえ、なんか元気ないよねちょっと。で騎手が、はい、ここめっちゃ多くて1番、うん、2番、3番、うん、4番、6番騎手の方がいいんだねやっぱり。で勝負運が2番、うん、4番、5番あーそうですかっていう感じです。なんかちょっとなパッとなんかね、あの最近で久しぶりになんだろう、ちょっとパッとしない先週も結構難しいレースではあるなとは思ったけど、なんかさ羽ばたいてる馬がいないというのがちょっと、ね、気になりますね皆さんね。ということで後半の方にかけていきたいと思いますちょっと前なんかもしかしたら後半の方の馬のがいい場合もありますね、この状況は。うん、はい、そうですね、ということなので、ね、あの、うん、チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いいたします。そして、ね、グッドボタンの方よろしくお願いいたします、ね、あの後半の方も頑張ってやっていこうと思いますので、はい、次への前半見てから後半見てくださいということで、はい、パート2の方に移っていきたいと思います。ではコンティニューです。